群衆法はどうか知りませんが、岩橋法の信憑性は %ですね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことはあくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は新岩橋法についてでございます。実は先日プラスマイナスの岩橋くんが、あ、俺をエアガンで撃った人だとツイートしていたんですが、それが誰かと仲いいというテレビ番組の放送をリツイートしながらでしたから、岩橋くんを撃った人が誰かまでは分かりませんでした。誰かと仲いいには数名タレントが出演されていますから、その中の一体誰と話題になっていたのですが、岩橋くんが後日はっきりと追いツイートされました。あの時俺をエアガンで撃った牧陽こと平成ジャンプの中島、俺んとこに謝りに来いとついに実名を入れて投稿されました。いや素晴らしい、岩橋くんはナイスですね。一人で戦っているのがかっこいいです。もちろんこの件でマカロンやインスタグラム質問コーナーにもいっぱい問い合わせが来ていましたので、まず先にそれを読ませていただきましょう。プラマイの岩橋さんのツイートがさらに激しいです。戦う気なのでしょうか。大盛りカツカレーとハンバーグ大とシーフードドリアを食べちゃってて体も心配ですが、本当に干されないか心配です。でもこの際全てが公になってほしいとも願ってしまいます。応援したいです。次、ケンケン先生こんばんは。ケンケン先生のお友達の岩橋くんが新たにツイートしました。エアガンの件なんですが、ついに犯人が分かりました。まさかの牧陽子さんでした。え、そっちってなってしまいました。動画で取り上げてほしいです。よろしくお願いいたします。次、プラスマイナスの岩橋さんが被害を告発したのにもかかわらず、岩橋さんがファンらに叩かれていてかわいそうです。先生、岩橋さんのバックアップをしてください。岩橋さん自身も味方がおらんのかと X に投稿されています。被害者を叩くのは間違っていると思います。次、先日 X にてプラスマイナスの岩橋さんがエアガンで撃ってきた芸能人をポストされていまして、真剣佑か二宮くんと思っていましたが、大外れで、なんと女性の牧陽子でした。あまりにも終わってる告白、岩橋さんいいよ、どんどんそういうの暴露してけ。せっかくですから、たまにはインスタグラム質問コーナーからも掲載しておきましょう。岩橋くんが以前牧陽子にエアガンで撃たれたことがあるって言ってて笑いになっています。動画にしますわと僕は答えました。最後もう一通、岩橋くん X で何か起こっていますが、撃たれたって何かあったんでしょうか、心配です。あまりにも問い合わせ来るんで急ぎで動画を作りますと回答しました。そして今作っていますが、まず6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。とんでもない事件ですね。しかし岩橋くんが撃たれたのにもかかわらず、撃ったタレントさんらが人気者らしく、岩橋くんも攻撃されていますから、これは絶対にフォローしないといけません。どう考えてもエアガンで撃った人間側が悪いのは当然でしょう。僕が岩橋くんと友達だとか知り合いだとか、そんなことは一切関係ありません。悪い奴は悪いと僕もフラットに話を進めていきますから、最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、誰がエアガンで撃ったのか。項目2、犯人が分かった。項目3、ファンが岩橋くんを叩く。項目4、岩橋法の信憑性の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、誰がエアガンで撃ったのかです。まずはここからです。事の始まりはお笑いコンビプラスマイナスの岩橋くんのツイートです。それもニュースになっていましたから、流れを知らない方のためにも最初から話していきます。女性自身様の記事を引用させていただきましょう。俺をエアガンで撃った人だ、プラスマイナス岩橋、誰かと仲良い出演者に意味深投稿で犯人探し勃発、関係ない人にも被害がと諌める声もというタイトルでございます。お笑いコンビプラスマイナスの岩橋義正さん45歳によります。告発が止まりません。1月17日に突如として松本人志さん60歳の性加害疑惑報道と重ねて、俺も昔松本さんじゃないけど先輩に綺麗な女の子連れて行ったなぁと暴露されました。以降もテレビ番組制作会社の社長からパワハラを受けたと告発し、直後に投稿を削除するなどして波紋を呼ぶことになりました。意味深な投稿も多いですから、ヒヤヒヤしながら見守っている人も少なくないようですとウェブメディア記者は話しました。そうですね、それは僕もそうでヒヤヒヤしてます。続けます。そうしました中、2月18日に X でどんどん性格が悪くなってきてる、自分でわかると不穏なつぶやきを岩橋さんはされました。すると直後にこう投稿したのです。あ、俺をエアガンで撃った人だ。この投稿で岩橋さんは中居正広さん51歳が設立しました個人事務所のんびり中居の公式アカウントをリポストされました。
のんびり中井のポストでは、同日放送のフジテレビ系番組誰かと中井の告知がなされていました。岩橋さんは続くポストで汚い世界だぜと苦言を呈していました。18日に放送されました誰かと中井のゲストは新田真剣佑さん27歳と牧陽子さん41歳でした。のんびり中井のアカウントが投稿しました告知には番組の一部映像も添えられていました。新田さん、牧さんだけではなく MC の中井さん、二宮和也さん40歳も映っていたのです。しかも岩橋さんが俺をエアガンで撃った人だと投稿しました時刻には番組の放送中でもありましたと前出ウェブメディア記者は話します。人に向けてエアガンを発砲する行為は刑事罰に問われる可能性も高いのですが、岩橋さんがリポストしました投稿には4名の人物が映っていたため X では犯人探しが勃発する事態になりました。え、牧陽子、真剣佑、中井正広とか、犯人は牧陽子、これ真剣佑か二宮くんかどちらかでしょうと、一方で様々な憶測を呼びかねません投稿に岩橋さんをいさめる声も上がっていました。あのさ、告発のつもりか知らないけどやり方がないわとか、選択肢として与えることで関係ない人にも被害がありそう、またこれネタじゃないなら暴行レベルですよね、誰か明かさないままだと4人のうち誰だってなってやってない人までそう見られちゃうのは心配、まさか全員ってことはないだろうし、という書き込みがネットには見られました。一夜明けました19日昼、この投稿に対しまして、お仕事で承諾して撃たれたのですかという質問に対して、岩橋さんは、そんな仕事あるか笑いと返答していますが、果たして真相はどうなんでしょうか。はいという記事でしたが、とんでもないことです。記事中盤でもありましたが、少し昔のコンプライアンスがまだ緩かった時代でも、仕事でそんなことはなかったでしょう。そして、さらなるツイートを岩橋くんがしたことによって、さらにネットは盛り上がっております。それでは次の項目です。占いマスターズ。項目2。犯人が分かったです。これも早速ネット上で記事になっていました。ゲートピさんの記事を引用させていただきます。プラマイ岩橋義政、俺をエアガンで撃った人は牧陽子&中島優斗と暴露、吉本興業が注意も実名上げ被害告白し炎上というタイトルでございます。吉本興業所属の中堅お笑いコンビプラスマイナスの岩橋義政さん45歳が19日に X旧Twitter を更新し、俺をエアガンで撃った人として平成ジャンプの中島優斗さん30歳と女優牧陽子さん41歳の実名を挙げ、ネット上で大きな波紋が広がっています。プラスマイナス岩橋義政さんは18日夜に中井正広さんの個人事務所の X アカウントが投稿しました。フジテレビ系番組誰かと中井の番組告知投稿を引用し、あ、俺をエアガンで撃った人だと意味深な投稿をしました。18日放送の番組には中井正広さん、嵐二宮和也さん、俳優新田真剣佑さん、そして牧陽子さんが出演しており、岩橋義政さんの投稿を受けてネット上ではこの4人の中に岩橋さんをエアガンで撃った人物がいるとして様々な憶測が飛び交っていました。また岩橋義政さんの投稿に対しましては批判の声も多く炎上状態になっていたのですが、その後も X を更新し、エアガンで撃たれたのは仕事ではないと否定し、そして男じゃないよとの大ヒントを出した上で、俺根に持つタイプなんよな、ずっと覚えてる、なんで撃たれた俺が叩かれてんねん、狂っている、特定せんかったらこんなに叩かれるんか、あえてぼかしたのに、そうよね、他の人に迷惑がかかるよね、特定しないとごめんなさい、先輩に誘われてこいつおもろいねみたいな感じで芸能人の集まりに連れて行かれたら絶対舐められる、二度と行かない、二度と誘わないでなどと投稿されました。さらに俺は吉本に個人特定できるツイートは名誉毀損、活動停止もあり得ると言われている、だから特定できなかったけど悪は許せない、パワハラのツイート消したのもほんまはめっちゃ悔しいわと投稿しました。その後ついに不満が爆発してしまった様子で、あの時俺をエアガンで撃った牧陽子と平成ジャンプの中島、俺んとこに謝りに来いと実名を挙げて2人からの被害を訴えました。そして一連の投稿を受けましてネット上では、これはあかん、エアガンで撃った、本当なら謝罪では済まない、やめろって、漫才できへんようになるって、今まで面白かったから見てたけど最近はすまん嫌いだわ、されたこととか腹立つのわかるけどそんなことばっか言ってねえで笑わせてくれよな、吉本が会社として何とかしてやれよ、何やってんだ吉本、こんな氷山の一角で芸能界全体でカースト最底辺の連中に対する陰惨ないじめが横行してるんだろうな、金光も大変そうだ、止まらないだろうから一回岩橋が持っている不満を全部吐き出させたらどうか、想定しえない最悪なことが起きるかもしれんが、平成ジャンプの中島、吉田羊と7連泊、ジャニの圧力で吉田が危うくなる、泥酔して110番通報される、ジャニの力で逮捕を回避、岩橋をエアガンで撃つ、暴行罪容疑3アウトです。
などの声が上がっており、大きな波紋を広げています。伊予橋義政さんは強迫性障害を抱えていて、これが原因でやってはいけないことをやりたくなってしまうという癖があり、テレビ番組ではこの癖もネタにして笑いを取ってきました。しかし最近は離婚などもあってか、精神状態がかなり不安定になっている様子で、先月には X で突然実名を挙げて過去のパワハラ被害を暴露するなどして騒動を起こし、ファンだけでなく相方金光隆さんと元妻も心配して自宅に駆けつけ、吉本興業の副社長にも説得されて問題の投稿を削除していました。そして今日の投稿では、吉本興業側から個人特定できるツイートは名誉毀損、活動停止もあり得ると言われていると明かしつつ、今度は他事務所のタレントの実名を挙げてプライベートでエアガンを撃たれたと暴露し、エアガンを人に向けて撃った場合には暴行罪に問われ、さらに怪我を負わせた場合には傷害罪に当たるだけに、この暴露は刑事事件に発展する可能性もあるのです。それと同時に X でこのような暴露をしたことによって、今後岩橋義政さんが吉本興業から何かしらの処分を受ける可能性もありますし、そうなれば金光隆さんなど多くの仕事関係者に迷惑をかけることになりますが、岩橋さんがまた新たな暴露騒動を起こし、これに対して吉本興業や暴露されました2人は今後どういった対応を取るのかに注目したいです。はい、という記事でした。これに対して被害者の岩橋くんが叩かれています。それでは次の項目です。項目3、ファンが岩橋くんを叩くです。僕もツイッターで岩橋くんの投稿と流れを見ておりますと、おそらくエアガンで撃ったのが牧陽子だけでなく、平成ジャンプの中島優斗さんの名前が入っていたので、そのファンたちが岩橋くんに無理やり突っかかっているという様子でした。僕はおっさんですから、この中島優斗さんという方のことは一切存じ上げませんが、元ジャニーズということでコアなファンがいてるんでしょう。はい、こういうやつですね。サバゲーの話ですが、どういう状況なのかわからないから、このポストだけでは判断につかない。どんな状況で撃たれたのか書かないのはなぜ。中島くん、サバゲー好きだからこそ危険な行為はしないと思うけどな。この文章の内容でわかりますよね。中島くんとくん付けで書いていること、そしてサバゲー好きという彼の情報を知っているということは彼のファンです。そして意味不明、こいつの勝手理論、サバゲー好きだからこそ危険な行為はしないと思うけどな、全く根拠がありません。こうあってほしい、ファンだからこの人間はこういうことをしないというガチの勝手理論でございます。こういうのがアホの極みです。僕もたくさん見てきましたからね、こういうやつを。実際にも自分の YouTube の動画コメントにも、せっかくですからこのつい主にもホームラン級のバカをプレゼントしておきますね。あまりにもバカが多すぎて、当チャンネルで大和龍門先生が最多出演になるかもしれません。そもそもサバゲー好きな人、結構エアガンで人や動物撃ちますよ。このつい主よりはるかに僕の方が統計データを持っています。実は昔かなり大きなミリタリーショップを運営しております。オーナーが友人にいたんですが、よく話を聞きました。もう25年くらい前の話ですが、その当時はサバゲーは全然ブームじゃなかったんですが、やっぱりこういったエアガン愛好者は人を撃ったり動物を撃ったりする人が多く問題になると語っていました。それは当然そうでしょう。撃ちたいから買うわけですからね。中には紳士、ジェントルマンもいるでしょうが、やはりオーナーの話によりますと、動いているものを撃ちたいと思っている人はマニアに多いと話されていました。このオーナーの話だけでなく、海外の書籍で殺人者の心理でも同じような内容の文章を読んだこともありますから、銃が好きな人が動物を撃ちたくなるというのは絶対にあるんでしょう。そして今回の岩橋くんの件だけでなく、うちにも同じようなの来ます。誰かが悪事を働いて動画を作っているのに、ファンが無理やり応戦してきます。荒井博文氏の動画や絵本作家のぶみ氏、または巨人の坂本、いや、ケツ穴確定選手とか山川穂高ファンとかですね。今僕が挙げました人物らは擁護フォローするに至りません。やったことをそれぞれ考えてほしいですね。ひどいファンなんかは未だに荒井博文のは冤罪で彼はやっていないと主張してくる気違いがいます。お前はその場におったんかと、そういう人間の言い分には、彼はすごく演技が上手くて名俳優なのでとか、日本代表にもなっているプロ野球選手ですよとかぶっこんできますが、そこと人間性は一切相関性がありません。そして僕は俳優としての演技やプロ野球選手としての野球の実力をけなしたことなんて一度もありません。絵本作家ののぶみ氏も、彼の絵本は素晴らしいですよとコメントしてきます。だから僕は一切彼らの仕事や実力を否定なんかしていません。そこをくっつけて考える人間が最も愚かで、お花畑ビーソー、そして詐欺被害者予備軍です。確かに大谷翔平選手や将棋の藤井聡太君のように、その実力と人間性も一致する素晴らしい方もいるでしょう。ただ彼らでさえもわからないですよ。本当のところを一切知りませんからね。僕たちは365日24時間監視しているわけではありませんし、人間ですから何があっても不思議ではありません。しかし女性を襲って刑事事件ですでに逮捕されているような人間、
無理やりフォローするのはやめた方がいいんじゃないですか。そしてあなたたちは先ほどの岩橋くんに返信してきたファンと同じで、人間を見極めれる鑑識眼そもそも僕よりないでしょ。僕は申し訳ないですが人を見るプロです。偉そうに上から言っているわけではなく自分の職業です。もう20年以上も人を見ることでおまんまを食べてきました。会社に入ります新卒の履歴書を見て誰を雇えばいいのか、取引先の人間は信用できるか、結婚相手にふさわしいかどうか、そういうのを見て対価をいただき、ずっとリピートもしてくださる社長さんも会長さんもたくさんおられます。〇〇さんは潔白です。あの人がこんなことをするはずがありません。そう言ってる方よりははるかに人間を見破れます。かけてきた時間や見てきている人数が圧倒的に違います。あなた方よりもゴルフやテニス、魚のさばき方、トラックやバスの運転なんかも僕の方が断然下手でしょう。しかし人間を鑑識する目は何倍何十倍も持っています。もちろん超能力者ではありませんので全員を 100% 見切れるわけではありませんが、しかし前述しました荒井博文氏や絵本作家の野文氏なんて 0.2 秒で人間性が読み取れます。そんな簡単な人物特定もできない人があの人はやっていません。すごい才能があるのでまともです。という適当な判断するのは恥ずかしいのでやめましょう。男前のジャニーズであろうが、スポーツの国の代表になれるほどの人物でも人間性は違うこともあるというのを理解してください。それでは最後の項目です。項目4、岩橋法の信憑性です。全項目で話しましたように僕は人間観察をずっとやってきた人間で、人の読み取りだけには自信がございます。そして岩橋くんは何度も会っていますし、ご飯も食べに行っていますし、それこそ20年くらい前に岩橋くんが当時付き合っていました彼女さんがうちの会社で働いてくれていたことだってありますし、僕の親友の調教師さんのお家にもよく岩橋くんが泊まっていましたので結構仲良しの方です。それこそ先ほど申し上げました365日ずっと一緒にいるわけではありませんから、それでも 100% の人間性が分かっているわけではありません。これは岩橋くんに限らず、どんなに仲良しの人間でも完全にパーフェクトに人の心が読めるなんてことはないでしょう。しかし岩橋くんがこういった告発をするのには絶対に間違いなく彼は嘘は言いませんし、確実に本当です。文春法はどうか知りませんが、岩橋法の信憑性は 100% ですね。しかも文春と違って岩橋くんが儲かるわけではありませんし、むしろ告発によって立場が危うくなっている側でしょう。だからこそ岩橋くんは偉いんです。おそらくは以前にツイートしました番組制作会社のパワハラは圧力でもみ消されたんでしょう。そういうのがまかり通っているからいけないんです。今後こういった岩橋くんのような勇気のある人がどんどんと出てくるといいですね。俺の味方はおらんのかと岩橋くんはツイートしていましたが、僕は味方です。岩橋くんが元々の友達だからではなく正しい行動をしているから味方です。皆さんも岩橋くんをフォローしてあげてください。ライブが近くであるときにはぜひ行きましょう。こういった件関係なくプラスマイナスの漫才は死ぬほど面白いです。相方の金光くんのモノマネも芸人さんの中では最高のレベルですからね。はい、ということで今日は岩橋くんのエアガン告発について語らせていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。